この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。サクサクウォートラウンジの皆様こんにちは。喋ってる。私の名前はマザーコンピューターポイトボー。今週はサルプチャラジオカラシュウキャン。トルバナシを一つ。もう小話するってよ。隣のうちにタトリが出てたきね。隣のうちにタトリが出てたきね。かっこいい。それではサクサク始まるよ。すげえすげえすげえ。お母さん落語家か。はい、というわけで、りんちゃんでございます。どうも、三原ゆうきでーす。どうも、ね、まあ、今日お母さんのしゃべべしゃりをね、うん、聞いてもらいまして、ね、いやこれなかなか好評ですよ。ほんとにサブキャラの皆さんも、ほら、やっぱね、姿を現した方がね、より親しみが持てるというか、うん、ね、知らない人も、初めて見る人もね、いるだろうし、ね、そう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 、まあまあ、それともかくというわけでね、おなんだろう、おい、今日は5月の11日そうですよ、うん、じゃないですか。おというわけで、うわ、三原ゆうきの下り顔地獄。あなたなんか言うとき何でもこのポーズになっちゃうね。もはやなんかないかね、新しい粒子のポーズで、まあ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 、うん、うん、はい、お、今日は、なんと見て、マイデスノートだよ、これワンピースがワンピースが調べてきた。そうだよ、11日。11日。まあ、多分、俺の誕生日、高野祭が三鷹市で行われるってことね。まあ、それはね、書いてなかったんだけど、うん、今日は、うん、誕生日の人、はい、ダウンタウンの、うん、浜ちゃん。あら、大和田正俊さん。浜ちゃん、俺と1日違いなんだ。そうだよ。おね、もう1日遅く生まれてたら。うん。え俺が、うん、うん、同じだったのに ね。いや、そんな、そういうもんだじゃないだろ。同じだからどうとかっていう話もないけど。あとね、ダリあダリガカあのヒゲのね、そう、ガカ、うん、ダリすごいじゃん、うん、ね、あこの辺すごいだよ、この辺すごいの、ダリってダリとか言うやついるんだよな。うわ、やばいな。そこにいるね、そこに、うん、えもうその、そういうギャグやるっけ。いやいやいや、そこでしょ。あれか、うん、だってね、ハマちゃん、ダリ、うん、泉谷しげるさん、おぉ、こういう人多いね、でしょ、うん、そして最後、三原ゆうきの父、今日誕生日なの、すげえネジーマン、ネジーマン、まあね、ネジーマンとかやってネジーマンってキャラで大活躍するらしいですよ。まあでもネジっていうよりも鉄板系なんです。鉄板マンだ。そうそうそう、鉄板マン。すごいな。なんか落ちた。なんか落ちた。まああれですね。そうなんですよ。今日誕生日なの。ゆうきちゃんの父ちゃんと俺一日違いってことですか。本当だね。すごいね。やば、運命、運命、ディスティニー。ディスってるってやつですね、これね。ディスってるね。ディスってる。ああそんな感じですか。はい、うん、でね、今日はなんかこれといったね、うん、何の日的なのがあんまないんだよね。じゃあ言うなよ。じゃあ言うなよ。まあじゃあ例えば何ですか、なんかあるんですか。なんかね、うん、強いて言うなら、うん、鵜飼開きの日。おぉ、長良川。そう、岐阜県長良川。ありがとうございます。そうだ、岐阜じゃん。いや、知らんかったから。うん。知ってるから言ってるかと思って。インガンダルマ、これのね、まさに。そうそう。どうですか、インガンダルマ的には。インガンダルマなのに、鵜飼でね、なんか魚で、なんか、対立関係的な感じで。何を言ってるんだ、お前。まあね、食べられちゃうもんね。そう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 。やっぱりさ、岐阜の人って、鵜飼にはやっぱ思い入れはあんだよね。全然ないっす。あら、逆に？はい。見たことないです。そっか、観光か、あれは。周りがすごいはしゃいでるみたいな。ああ、うん、なるほどね。何クール気取ってんの。バカじゃん。あ、クール、卓球、ビン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 。うまいな。いや、うまいなじゃねえ。自分の歌でしょ。やられた。やられた。うん、まあ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 ね。うん。まあ、そんぐらいですね。まあ、そうだね。確かに。あとね、今日の誕生花は、リンゴなんだって。ああ。うん、で、花言葉が、誘惑。すごい三原目線的な。ああ、誕生花。うん。うん。今日のね、花みたいなのがあったりね。そういうの見てなかったし。全然見てなかった。何にも興味ねえもん、そういうの。でしょ？うん。どっかで戦が起こったとかさ。まあ、そういうの好きだね。書いてた、書いてた。うん。そうね。まあまあまあ。いや、いいですね。今週やるからね。よろしく。素晴らしい。デスノートデスノートがギリギリデスちゃうんで、うん、ね、見たからね。というわけで、
じゃあね、一つお便り行ってみましょうか。うん、東京都大田区のポートピアのやすさん。うん。りんちゃん、ゆきちゃん、屋根の上の皆さん、おはようございます。おはようございます。以前、サクサクでドクターイエローの話をされていましたが、先日ついに実物を見ました。取り急ぎ、携帯でパチリとしたので送ります。ということで、知ってますよ、ドクターイエロー。知らないです。黄色い新幹線。あ、新幹線、うん、ちょっと写真見てみましょうか。こんな感じなんですけどね。こんな感じで。真っ黄色、うん、そうそう。黄色とね、青のこう、線が。乗りたい。これはね、点検する車両なんですよ。へー、だからドクターなんだ。そうそう、例えば新幹線のレールとかってほら、あんだけスピードで走ってるから、ちょっとでも、なんかどっかに、デコボコがあったりしたらまずいじゃないですか。うん。そういうのをこう点検してる。見たことある？ありますね。一回ね、浪人とね、俺とあとね、今いなくなっちゃったけど、クイズの人っていうのがね、うんうんうん、リレーで、東京駅から新横浜までリレーでこう中継したことがあるんですよ。ドクターイエロー。ドクターイエローがさ、何やってんの？浪人が東京駅から発車を見送って、途中クイズの人ってやつがそれを取って、新横浜で俺が迎え撃ったっていうね。来た来た来た、携帯で電話してるから、今通過しましたよーしみたいな。緊迫感あるね。ある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 。今じゃあ多摩川渡ったくらいかみたいな。よーしみたいな。新横浜で、みたいな感じで。それ番組でやったの？やったやった。うん、いろいろやってんね、やっぱ10年もやってる、おばさんかよ。あんたも大きくなったわね、みたいな。そうそうそう、あんなにちっちゃかったのに。まあ、そんなわけでございまして、じゃあお便りの方ございましたら、はい、どんどんとこちらの方に送っていただきたいと思います。